右側頭部がブヨブヨと膨らんだ滞りを作ってしまう。潰すように剥がすようにします。左側の側頭部だったら右手で剥がした方が剥がしやすいです。陰性と陽性に更年期障害分かれる、これが面白かったんですよ。と陰性と陽性と分けたら、あ、簡単だったじゃんって、クソみたいな楽になりましたっていうことが多かった。更年期障害っていう言葉を取り払って症状に向かってやっていった方が解決法はすぐ見つかるようになった。何が起きてる？天城東洋法では4つのタイプに分けています。今足があると思っちゃった。ああもう足になってます。足に足に。現実を特殊なものとは考えていないんですね。